健康にいいと聞いたので、漫然と続けている健康食品、サプリメントはありませんかそれらはあなたが健康になるために本当に必要なものでしょうか肥満や病気にならず、健康で痛いのであれば、そういったものに注目する前に、やるべきことがあります。それは、生活習慣や食習慣を見直すこと。 多くの現代人の生活習慣や食習慣は大きく乱れ、その影響により特に状態が悪くなっている部分が腸ではないでしょうか。今はテレビなどで腸活という言葉をよく耳にするようになったため。 腸内細菌の重要さを知らない人の方が少なくなってきていると思われます当チャンネルでも様々な書籍を紹介させていただく中で腸内細菌の重要さ腸内環境を整えることの大切さを幾度となくお伝えさせていただきましたそれでも何度お話ししてもやはり大切なことですから今回の一冊の中からも健康の要である腸について取り上げたいと思います別の動画では語っていない新しい知識 知識なども盛り込んで腸内環境を整えるためにできる毎日のルーティーンもご紹介していきますのでぜひ最後までお付き合いください皆さんどうもこんにちは本 医師であり、ヘルスコーチである石黒誠二さんの医者が勧める太らず病気にならない毎日ルーティーンを解説していきたいと思います。とても勉強になる一冊でしたので、この動画を見ることによって、この本いいなと思っていただけましたら、概要欄にリンクを入れておきますので、ぜひ一度手に取って、すべての内容をチェックしていただきたいと思います。今回は個人的に重要だと思ったポイントにフォーカスして解説していきたいと思います。それでは早速一緒に楽しみながら、 健康に関する重要な知識を一緒に学んでいこうではありませんか本日のお品書きは次の通りです1言で私たちの健康を作る腸内細菌と炭素脂肪酸について2言で腸内細菌の多様性が 腸の健康を決めるんだということについて3件で1日からすぐに始められる健康習慣についてわかりやすく解説していきたいと思いますそれでは早速1弦の私たちの健康を作る腸内細菌と炭素脂肪酸について解説していきたいと思いますさて 腸内の細菌についてはこの20年で非常に多くの研究がなされてきましたそれらの研究から出た結論は私たちが健康でいられるか病気になるかは腸内細菌による影響が大きいというものですつまり私たちの健康は 腸内の中で、どのような腸内細菌が働いてくれるかによって決まるということに間違いはありません。例えば、高血圧、新型糖尿病、肥満、動脈硬化の人が持っている腸内細菌は、健常な人とは明らかに素性が異なっています。特に、 病気の人の腸内細菌は善玉菌である乳酸菌の割合が大きく変化しているそうです。そのような腸内環境がもたらす弊害として次のことが挙げられます。それは腸内細菌によって作られる探査脂肪酸という私たちの体にとって超重要な物質の量が著しく減少してしまうということです。さてここで探査脂肪酸とは何ぞやと思われた方が多いと思います。本日は この探査脂肪酸の存在をぜひとも知っていただきたいので早速説明してまいりましょう。 炭素脂肪酸とは腸内細菌が作る酪酸酢酸プロピオン酸などの有機酸の総称であります大腸内で腸内細菌が食物繊維を処理した結果この炭素脂肪酸が作り出されるんです炭素脂肪酸は吸収されてエネルギーとして使われる他に大腸の粘膜の炎症を抑える効果もあるためこの炭素脂肪酸が少なくなってしまうと腸内の炎症が持続しやすくなり腸内の炎症が持続しやすくなり 内環境は悪化の一途を辿ってしまいまいす近年ではこの探査脂肪酸が他にも多数の役割を持つことが分かってきました大腸内で生まれる探査脂肪酸は脳内で神経伝達物質の濃度をコントロールしているんですえっと脳ですかと驚いた人もいるのではないでしょうか 神経伝達物質には私たちの精神を安定させたり寝る時間が近づいてきたら体を休憩モードに切り替えるセロトニン意欲の原動力となるドーパミン恐怖や興奮に対して分泌されるノルアドレナリンアドレナリンなどがあります探査脂肪酸は脳内に入りこれらの神経伝達物質を合成する酵素の働きを調整するんですなぜ腸で生まれる物質が脳内で合成される物質 物質に関与しているのかその謎を解くためには脳と腸の関係を知る必要があります例えば精神的に追い詰められてしんどい時や今日は学校あるいは会社に行きたくないなぁなどと辛い心境でいる時などお腹が痛くなったり下痢になることがありますよねストレスを受けて脳に刺激が伝わると脳から腸へと 情報が伝達されそのような症状が出てしまうわけなんですそしてねこの伝達は一方通行ではなくて腸からも脳に行くことがわかっていますまさに 炭素脂肪酸による神経伝達物質への働きこそがそがれです腸内環境が良好であれば腸内細菌により炭素脂肪酸が十分に作られ神経伝達物質を介して脳の働きがうまく調節されるというわけなんです逆に腸内細菌がしっかりと炭素脂肪酸を合成してくれないと感情や情緒が不安定になってしまうんですさてこのように腸内細菌と脳というのは リアルタイムに会話を行っているんですではここからは少し基礎的ですが重要なお話をしていきたいと思いますそもそもなんで私たちの腸内にはたくさんの腸内細菌が住んでいるのでしょうか多くの皆さんは腸の中は自分の体の中だと思っているかと思いますが厳密には違うんです 私たちの体をちくわのように想像していただいたら分かりやすいかと思います。ちくわの穴に入り口と出口があるように食事が入る口から出口である肛門までつながった穴は 外部になるんです腸がメインとしている役割はその穴を食事が流れていく間に水分や摂取した栄養素を消化して選別し吸収することなんですブドウ糖アミノ酸脂肪酸などの栄養成分ミネラル ビタミンななどをを吸収しして不要な成分を排泄しますここで驚きなのが腸内という外部環境と体を隔てている壁つまり腸の壁はわずか1層の細胞でできているということなんですねそれは腸内を流れていく食事から栄養を体内に十分に吸収するためには腸の壁は薄い方が 効率が良いためですそう聞くと、なるほどねーと納得できますが、よくよく考えると、私たちの体は、わずか細胞1個で守られているという、非常に脆い構造になっているということ。細胞1個を隔てて、外部環境と接している腸全体の表面積は、なんと、テニスコート1枚分にもなります。そんな場所に、食事に混ざって、さまざまな成分が入ってくるわけですから、腸は体にとって、最も防の 防御システムを強化しなければいけない場所になりますよって腸内には体全体の70%から80%の免疫システム免疫細胞が配置されております毒素や病原菌 病的ウイルス、重金属など、体にとって害のあるものは、吸収せずに体外へ排出されますが、ここでも活躍してくれるのが腸内細菌なんです。吸収するのか、それとも排出するかの選別作業は、腸内細菌と免疫細胞が共同で行っているんです。免疫細胞が異物に対して直接攻撃を仕掛けたり、腸管内の抗体を誘導して、外敵を駆逐したりする状況が続くと、腸の中に は常に。 炎症が起こっってていいる状態になってしまいますそこで腸内細菌の出番なんですいくつかの腸内細菌は腸内を監視していて炎症を抑えるリンパ球とコミュニケーションをとって病的な炎症状態が続くことを防いでくれるんですそしてここでも活躍するのが再登場の探査脂肪酸であります探査脂肪酸は腸内細菌が大腸で食物繊維を処理してできるものでしたよねこの 炭酸脂肪酸も炎症を抑えたり腸の防御システムを強化したり修復も担ってくれますさていかがでしょうか何で私たちの腸内に腸内細菌が存在する必要があるのかということがよく分かったと思いますそして良い腸内細菌が私たちの腸内に住んでいればいざという時に免疫をしっかり働かせたり必要以上の炎症を起こさないような絶妙なコントロールを行うことで私たちの体を 守ってくれます腸内細菌なくして私たちは生きることができない非常にありがたい存在なんですさてここまでの話をねちょっと整理してみましょうか腸内細菌そして腸内細菌が作り出す炭鎖脂肪酸は精神の安定や免疫力の強化に大きく関わりその他にも 腸内の炎症を抑えるなど様々な役割を果たして腸内からあなたの体の健康に貢献していること腸内細菌と脳は常に会話をしていて腸と脳が相関関係にあること特にストレスによる胃腸症状の現れや炭鎖脂肪酸による神経伝達物質の濃度調節などはその代表例であることも分かりました そして体内に栄養を吸収しやすいよう腸の壁はわずか1層の細胞でできていることよって腸は体にとって最も防御システムを強化しなければいけない場所であり腸内には体全体の70%から80%の免疫システム免疫細胞が配置されていることもお話ししましたすでに腸内細菌には注目していたが探査脂肪酸については初めて知ったよという人も結構いるのではないでしょうか腸内 環境免疫力そしてメンタルの維持に欠かせないこの炭鎖脂肪酸についてあと少しだけ補足をしておきましょう炭鎖脂肪酸は腸内細菌が食物繊維を処理する過程で作られると申し上げました正確に言うと食物繊維だけでなくレジスタントスターチという難消化性のでんぷんも同じく炭鎖脂肪酸の原料になりますこのレジスタントスターチについては過去に当チャンネルで詳しく知ることができる書籍 を紹介させていただいていいてますいつもの食事でレジスタントスターチの摂取量を簡単に増やす方法を知ることができますから気になる方は炭水化物は冷まして食べなさいという動画を概要欄のリンクからチェックしてみてくださいでは炭砂脂肪酸をたくさん作るためにその原料となる食物繊維やレジスタントスターチを多く含む食べ物を たくさんん食べておけばいいいじゃないのそう思った方には残念なお知らせですが話はそれほど単純ではないんですねたとえ十分な探査脂肪酸が作られていても腸内環境が乱れ腸の機能が低下している状態でしっかりと吸収されないのであれば意味がないんです吸収されない探査脂肪酸はそのまま便と一緒に体外に排出されてしまうからですゆえに、 便中の炭素脂肪酸濃度は腸内環境の悪化の指標となります炭素脂肪酸の排泄量が多いほど腸内細菌の多様性に乏しく腸内に限らず全身の炎症反応が高くなるということが分かっているんですしかし 自分でね、炭素脂肪酸の排出量を確認することはなかなかできません。そこで注目していただきたいのが便です。実は、便が柔らかい、または下痢である人は要注意です。炭素脂肪酸が多く含まれると、便は下痢気味になるからです。便が柔らかい、または下痢でも、 便通がある分便秘よりはいいでしょと思っている方もいらっしゃるかもしれませんしかしいつも軟便から下痢気味の人は便秘の人よりもなんと腸内環境が悪い可能性があるそうです 便中の探査脂肪酸の濃度が高い人は腸内細菌内の悪玉菌の比率が上がり肥満や心血管疾患の危険因子を多く持っていますいつも難便や下痢の方はぜひ腸の健康のためにこの機会に一度生活習慣を見直していただきたいと思いますそのためのヒントを次の2限でもお伝えしていきたいと思いますそれでは 1いざという時に免疫をしっかり働かせたり必要以上に炎症を起こさないようにするためには良い腸内細菌が腸内に存在することが不可欠であるポイント2 炭査脂肪酸は、大腸内で腸内細菌が食物繊維やレジスタントスターチを処理した結果、作られる重要な物質であり、私たちの体の中で次のような役割を果たす。1、吸収されてエネルギーとして使われる。2、大腸の粘膜の炎症を抑える。すなわち腸内環境の悪化を抑える。3、腸の防御システムを強化したり、修復する。 4腸内で神経伝達物質の濃度をコントロールする。精神や感情の安定に関わる。ポイント3高血圧、新型糖尿病、肥満、動脈硬化といった病気の人の腸内細菌の組成は健常な人とは異なっており、炭素脂肪酸が合成される量が減少している。ポイント4 いつも南弁から下痢の人は炭鎖脂肪酸の排泄量が多い可能性がある炭鎖脂肪酸の排泄量が多いほど腸内細菌の多様性に乏しく腸内に限らず全身の炎症反応が高くなるまた腸内細菌内の悪玉菌の比率が上がり肥満や心血管疾患の危険因子を多く持っているポイント5壁は栄養を効率よく吸収するために一層の細胞でできているよって腸は体に とって最も防御システムを強化しなければいけない場所でもあり腸内には体全体の70%から80%の免疫システム免疫細胞が配置されているそれでは次2言で腸内細菌の多様性が腸の健康を決めるということを解説していきたいと思いますさて腸内環境を整えろとよく言われますが理想的な腸内環境とは具体的にどのような状況を指すのでしょうか健康的な腸には 多種類の腸内細菌が存在しておりますそのような状態を腸内細菌の多様性が高いと言ってそれこそが良い腸内環境を意味しています。では そのような腸内環境を作り、炭酸脂肪酸を含む健康維持に重要である物質の吸収率を上げるにはどうしたらよいのでしょうか。その答えの一つとして、多様な食材を摂取するということが挙げられます。できるだけ体に良い食べ物を選ぼうとする意識はもちろん重要です。しかし、健康的な食材を選んでいても、食事の内容が毎度偏っていると、その食材を好みとする腸内細菌ばかりが増えて いくことになるんですなので腸内細菌の多様性を高く維持するためには多様な食事をすることが重要なんですアメリカイギリスオーストラリアなどで1万人以上を対象に行われた便の研究データによると1週間に30種類以上の野菜果物を食べる人は 腸内細菌の多様性が高く悪玉菌が少ないということがわかっていますというわけで同じものばかりを食べ続けるんじゃなくてできるだけ多くの食材を摂ることを心がけていきましょうではここから腸内環境を整える効果が高く積極的に食事に加えると良いものとして本書でおすすめされている食材をご紹介していきたいと思います一つ目は善玉菌の好物である食物繊維やオリゴ糖を多く含むプレバイオ アジオティクスと呼ばれる食材になります例を挙げるとニンニク、玉ねぎ、アスパラガス、豆類、ブロッコリー、カリフラワー、アボカド、バナナなどが挙げられますまた野菜や果物のあの鮮やかな色を作り出す色素の中にあるポリフェノールやカロテノイドも 全玉菌が喜ぶ成分になります。野菜や果物は新鮮なものを積極的に食べるようにしましょう。そして、積極的に食事に加えるべき食べ物の二つ目は、伝統的な日本の発酵食品になります。発酵食品は多彩な菌を含む食材ですから、腸に適度な刺激を与えることができます。発酵食品には色い々ろいろありますが、特に日本人が昔から食べてきた味噌や納豆、醤油、 などのの発酵食品は日本人腸内細菌の多様性を高く維持するということは全ての私たちにとって重要なことですしかしどんな種類の菌がどのくらいの割合で生息していればベストな腸内環境と言えるのかは遺伝や環境によって決定されるため人によって異なります 健康意識の高い方はすでに菌活をしていらっしゃるかもしれませんしかしどんなに乳酸菌やビフィズス菌の含有量が多いサプリメントを選んで飲んでも特定の菌のみを多く含んだヨーグルトなどを摂取してもそれがその人にベストな選択になるとは限らないんです毎日ヨーグルト食べてるから私の腸は大丈夫サプリメント取ってるから大丈夫とは言い切れませんのでご注意くださいさて日本食の話に戻りますが 伝統的な日本食には善玉菌の他に食物繊維も豊富に含まれる海藻、芋類、豆類、野菜、きのこ、穀類などが使われておりますので自然と食物繊維を摂ることもできます。日本食といっても牛丼やカツ丼といった丼のみだと栄養が偏る可能性がありますので主食、主菜、副菜を摂れる定食スタイルを選ぶと良いでしょう。 もちろん腸内環境は食事さえ気をつけていれば必ず良くなるというものではありませんあなたの生活習慣全般が乱れていては当然腸もその影響を受けますし逆にそれを改善すれば腸内環境はより良くなるでしょう 例えば最新の研究では睡眠の乱れと腸内細菌の蘇生の間に明確な関連が認められました腸内細菌の多様性が高い人ほど睡眠の質が高いそして多様性が低い人は睡眠中の中途覚醒までの時間が短いつまり長く眠れないという結果になったんですこの研究データから慢性的な睡眠不足が腸内環境の悪化を促進する可能性が考えられます現代はシフト 仕事などで仕方ない部分もありますが腸内細菌の多様性を維持するため同時に免疫力を維持し病気を予防するためにも十分な睡眠時間の確保が重要であるということは常に認識しておいてほしいですでは避けることが不可能な睡眠リズムの乱れを少しでもカバーできることは何かないでしょうかもちろんできることはいろいろあります 寝つきを良くし質の良い睡眠を得るために今日からでも簡単にできることもありますそれはこの後3言のテーマ一日からすぐに始められる健康習慣の中でお伝えしていきたいと思いますので引き続きお付き合いくださると嬉しいですそれではこの辺で一旦逃げの内容をまとめておきたいと思いますポイント1良い腸内環境とは腸内細菌の多様性が高いことを意味する ポイント2良い腸内環境を作るために重要なこととして多様な食材を摂取することそして十分な睡眠時間を確保することが挙げられる1週間に30種類以上の野菜果物を食べる人は腸内細菌の多様性が高く悪玉菌が少ないというデータがあり睡眠の乱れと腸内細菌の蘇生の間には明確な関連が認められているポイント3腸内環境を整える効果が高いおす,すめの食材 1, 1位プロバイオティクスニンニク玉ねぎアスパラガス豆類ブロッコリー カリフラワー、アボカド、バナナなど、そして二つ目は、日本の伝統的な発酵食品。日本人が昔から食べてきた味噌や納豆、醤油、麹などの発酵食品は、日本人の腸にとって必要な腸内細菌が含まれている。それではラスト三件で、一日からすぐに始められる健康習慣について解説していきたいと思います。さて、ここまで、長々と知識的なことをお話ししてきましたが、三件では、今日からすぐに実践できる健康 を本書の中から個人的に重要だと思ったものをピックアップしてご紹介していきたいと思いますぜひ一つでも良いと思うものを見つけてくださいでは2件の最後でお話しした寝つきを良くし質の良い睡眠を得るためにできる簡単な工夫からお話ししていきたいと思います本書では1日7時間以上の睡眠をとることを推奨していますしかし寝る時間が日によって大きく異なってしまう方特に最近そういう仕事について だよという方はなかなか寝つけずに寝不足になったり寝てもちゃんと寝れた気がしなかったりと大変な思いをされているかもしれませんそういった悩みを抱えている方々はもちろん睡眠でしっかりと1日の疲れを取り気持ちよく目覚めたいという方などすべての人にお勧すすめできる簡単な習慣がありますそれは寝る前に自律神経をリセットする深呼吸を10回行うことです日中は 交感神経が優位になっていて、興奮や緊張など様々なストレスを抱えます。その状態を引きずったまま寝ようとしてしまうと、熟睡することが難しくなってしまうんです。そこで、 意識的にに副交換神経が優位の状態を作っってて睡眠に入っていいいたただきたいというわけなんですその副交感神経を意識的に活性化させる唯一の方法こそが深呼吸なんです寝る前に深呼吸をしてリラックスした状態を作ってからぐっすり深く眠るようにしましょうまた寝る前に携帯やパソコンゲームなどのブルーライトを浴びないことやラベンダーオイルなどのアロマテラピーを活用するというのも 深い睡眠を得るために効果的な習慣ですからやってみてほしいです質の良い眠りが手に入れば全身の疲労回復や脳による情報整理などだけではなく免疫力も強化されあらゆる病気や感染症のリスクを防ぎます逆に寝不足や質の悪い睡眠が続くとそれらのリスクが上がってしまうということです二元でお話ししたように睡眠は腸内細菌の多様性にも影響するということでしたですから いくら腸活のために良い食事をしていたとしても睡眠がおろそかになってしまっていてはその努力は報われないということになりますですからまずは寝る前に深呼吸を10回誰にでもすぐにできる超簡単な習慣ですからぜひ今晩からやってみてほしいですそして2つ目は少し難易度が上がりますが12時間の 完結的ファスティングを行うという習慣が良いですファスティングというと2日間とか3日間ドリンクだけで過ごすなどして空腹に耐えなければならず辛いものであるというイメージを持っているかもしれませんしかしこの完結的ファスティングはそういった辛いやり方ではなく1日を 食べて良い時間帯と食べてはいけない時間帯に完全に分けちゃって生活するという方法になります最初は食べてはいけない時間12時間と食べていい時間12時間に分けることからスタートし最終的には食べてはいけない時間16時間と食べていい時間8時間にまで持っていくことが目標になります 完結的ファスティングを実践すするることとにによよっててどののうな健康効果があるのかに少し触れておきたいと思い思ます例えば、あなたが次のような生活をしているとしましょう。朝起きたらすぐに朝食を食べ、昼間は食事を普通にとり、さらに食後にはおやつを食べ、寝る前にお酒を飲んで何かをつまむ。このように、一日中食べ続けるような生活をしていると、あなたの胃腸はどうなっているでしょうか。まず胃は、休むことなく消化活動を続けます。 通常の食事の消化には3、4時間程度かかるため1日3食をとっていると胃の中が完全に空になるという状態が訪れないんです胃が空っぽになる時間がないというのは実は問題なんです腸の中で細菌が異常増殖することがないように胃から小腸に向けて胃内容物を高速に移送し掃除をする仕組みが存在しますこの腸内掃除の働きを略して MMC と呼びます この MMC の動きが起こるのは約90分おきです。そして、それには胃の中が空っぽの状態であるという条件付きです。つまりですよ、1日3食をとっていると、常に胃に食べ物があるため、日中にこの動きが起こることがなく、睡眠中、夕食が完全に胃で消化された後のみに起こっているということになります。しかし、ご飯の時間が遅いとか、夜食を食べたりする人、睡眠時間が短いのに朝食をとるといった人は、 SMC、MM、ががが起ここるる回数がほととんどなくなくあります毎日あるはずの腸内の掃除が行き届かないことになると腸の中がどうなってしまうかは想像できますよね腸内環境を整えるためには一日の中で睡眠時間も含めて意識的に食べない時間を長くとることが超重要になってくるんですこの間欠的ファスティングを行うにあたり時間を決めてどのように食事を食べていくかどんな内容の食事をするとよいかまた 完結的ファスティングの味方になる太らないおやつなどより詳しいことを知りたい方は引き続き本書を読んで学んで実践していただきたいと思いますぜひ腸のお掃除時間を増やしてより美しい腸を手に入れる生活スタイルをものにしてくださいまたいきなり完結的ファスティングを実行するのは自分にとってハードルが高いと感じた人は他の取り組みやすい習慣から始められても良いと思います何らかの習慣化に成功して健康効果を一度 実感することができればその先をもっと知りたくなり次の段階へと進む意欲も自然と増してくるはずですでは次に紹介する習慣をラストにしましょう健康のために何か一つでも新しい習慣を持ちたいと思っている方はこれからご紹介させていただく習慣だけでもぜひ始めてみてくださいそれは朝一番で水 かっこ可能であればレモン水を摂取するというもの著者が推奨する最低限これだけはやっておいた方がいいよと言える習慣ですまず朝一番に水が必要な理由から述べましょう私たちは朝起きた時に多くの水分を失った状態になっています寝ている間に汗で3 0 0ミリリットル以上の水分がなくなり尿も作られさらには吐く息により少しずつ水分が失われているんです個人差もありますが一晩 で体から出ていった水分を補うためには、朝500ミリリットルほどの水分を摂取されると良いでしょう。その際に健康効果をより高めるために、ぜひ行っていただきたいのが摂取する水分をレモン水にするということです。レモン水とは。 どのようなものなのか、まず作り方からお伝えしましょう。作り方はとても簡単で、朝飲むための 500ml の水に対して、次の3つを加えるだけです。レモン2から1個、リンゴ酢大さじ2杯、少量の岩塩または海塩。 毎朝レモン水を飲むためにこの3つの食材は常備しておくと良いでしょうそれではなぜレモン水が良いのか説明します少なくともあなたはレモンは健康に良いという印象を持っているのではないでしょうかその認識は正しく実際にレモンの健康効果は科学的に証明されております2011年に報告された研究ではレモンジュースが食後の血糖値の上昇を抑えるという結果が報告されていますそして胃腸症状の改善 リーキーガットの改善なども報告されるようになってきましたリーキーガットとは腸の粘膜に穴が開きそこから異物が血中へと流れてしまう状態にある腸のことを言い生活習慣や食生活の乱れストレスなどが原因で起こるとされておりますつまりレモン水は様々な弊害から胃腸を守ってくれるということさらにレモンに含まれるフラボノイドという成分には抗がん効果や抗菌抗ウイルス効果があるということを なども動物実験により確認されておりますさていかがでしょうレモンといえばビタミン C というイメージだったと思いますがそれ以外にもこのようなさまざまな健康効果があることが分かれば毎日摂取するイメージが湧いてくるのではないでしょうかさてここで皆さんが気になるのがしたレモン果汁でではいいいけなのかととうこすよね残念ながら生成したレモン果汁では,したレモン果汁では新鮮なレモン果汁に含まれるビタミン C 酵素などのさまざまな 植物栄養素や食物繊維などを同時に摂取することができません。なので、健康効果を最大限に得るには、極力生のレモンを毎朝絞って摂取することが大切です。レモン水を飲むことで、胃腸が整えば、毒素を排出する効果もアップするでしょう。1日の始まりに、レモン水という名のデトックスウォーターを飲んで、健康面だけでなく、美容面でも嬉しい変化を得ましょう。レモン水が用意できなかった日や、どうしてもレモンが苦手ない 苦手な人は純粋や左右でも構いませんので、とにかく水分を補い、脱水になっている体を潤してあげることが大切です。ぜひ明日の朝からこの簡単な習慣だけでも取り組んでみてください。それでは3件の内容をまとめておきたいと思います。3件では1日からすぐに始められる健康習慣を3つご紹介しました。ポイント1深い眠りに入れるよう、寝る前に10回深呼吸をする。寝る前に携帯やパソコン、ゲームなどのブ ブルーライトを浴びないことや、ラベンダーオイルなどのアロマテラピーを利用することも効果的である。ポイント2 完結的ファスティングをを行い腸を掃除する。一日を食べて良い時間帯と食べてはいけない時間帯に完全に分けて生活し腸内掃除の動きである MMC をしっかりと発動させようポイント3毎朝起きたらレモン水を飲む目安は 500ml ほどです事情がありレモン水が用意できない方は純水や左右で水分を補い脱水になっている体を潤すこと さて皆様いかがでしたでしょうか3言では医師が進めるすぐに始められる3つの習慣をご紹介させていただきましたが本書では全部で10の習慣を学ぶことができます ぜひ一度ご覧になって、自分が最も興味のあるものを見つけてみてください。また、本日は時間の都合上取り上げることができなかった。頑張らなくていい。筋トレが万病を防ぐということ。ファスティングの中級者、上級者向けのプログラムとトレーニングなどといった内容も、この一冊で勉強することができます。毎日忙しくて、そんなに色々できないよと思うかもしれませんが、その通りで、全てを行う必要はありません。まずは様々な知識に触れて、 ストレスにならない程度に自分が始めやすいもの続けられそうなものを見つけることが大切です本書では著者がこれまでに書かれた本の中でも具体的な食事例やレシピトレーニング法体験談さらには習慣化するための実践ガイドなど著者が提唱する健康法について最も具体的に書かれた一冊になっていますまた初級から上級まで短期から長期まで様々なレベルでの実践方法が紹介されておりますので誰にとっても安心して読める内容となっています 興味のある方はぜひ手に取って一読されてみてください本日は以上になりますこの動画が良かったよという人は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いしますまた本要約チャンネル論文解説チャンネル残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけると とても嬉しく思いますではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。